リーベの整理券並んでるだろうと思って。どうなんだろう、もう終わった並ぶの。とりあえず配信してみた。今並んでるのかな。何時からだっけ整理券って。もう終わった、まだだよね。あれ、11時からか整理券。じゃあもう終わったのかな、まだ並んでる。あ、取れなかったんだ。取れないとこあるんだ。とりあえず私はこれを食べます。トマトソースリゾットセブン。これうまそう、これこれうまそう。10時50ぐらいの時ダメだ。ダメか、ありがたいけどね。これちょっとメールで送ろう。これは絶対うまいぞ。ていうかさ、今日さっていうかマウスピースなくしたんだけど、昨日の夜気づいたんだけどさ、マウスピースなくしたんだよね。なんかケースごとないの、しかも。どこ行ったと思うどこ行ったと思うもあれだけどさ。でも最近さ、その東京の方でお仕事あった時に持ってったから、そこかなと思って、ロケには持ててない。でそれで電話してみたの、さっきホテルに。なんか落としてないですかみたいな。そしたらないって言われて、そうでなかったの。でもさ、家でさ付け外してる時は絶対同じ場所にいつも置いてるし、私ケースは普段その家では使わないから、フェースもずっと同じ場所に置いてるんだけど、ないの。どこ行ったんだろう、リナのマウスピースでさ。最近そのなんだろう、そのホテル泊まったりとかそういう時に持ってた時のバッグとか全部見てみたけど入ってなくて、どこ行ったんだろう。どこ行ったと思う、私のマウスピース。ショック、マジでどこ行ったんだろう。最後いつつけた、多分それこそ6日の夜ホテル泊まった時につけた気がする。でその日に持って帰ってきて家にあるはずなんだよね。なんだけどね、楽屋はないと思う絶対。だって楽屋に持ってってないし、洗濯機の横見たけどなくて、どこに行ったんだろう本当に。いつもある場所の付近とか探してみたけど全然ないんだよね。なんだろう、カバンのポケット一応見たけどなかったんだよね。どこ行っちゃったんだろう、リナのマウスピースマジで。とりあえず食べよりぞっといただきます。なんかすごい固まってる、なんかもう意外といろいろ探してみたんだけどないんだよね。
ソファーの下とかを見てみた。前落としてた隙間にはなかったですね。しかもケースごとないからさ、なんでだろうっていう。ケースごとないってことは多分ケースに入れてどっか行ってんだよね。だってケースは絶対同じ場所に置いてんの。私基本物は同じ場所に置きたい人だから。でもそこにはないってことは多分どっか泊まりに行くときとかに、その仕事とかでそういうときに多分持ってってるはずだから。布団の中に紛れてる。え、マウスピースがケースごと。移動中としては作り直したよね。やだな。怒られる。つけてない上になくすなんて。熱い。代理券買い取りしてくださいって言っといた。誰も買わないようにしないとね。しかも整理券ってさ、あれでしょ、無料でしょ。無料のものをでも買ってくださいってやばいから、暇だからそれ調べてみよう。 HKT 整理券。
もうワンチャンあれだな、誰かが受け取ってる可能性あるな。HKT 整理券で調べても出てこないかな。ワンチャン。でもやっぱ買っちゃうのかな、みんな。整理券ありますって言うと。まださ、別に無料でやり取りするならまだあれだけどさ。メルコさん、クマありがとうございます。無料のものをさ有料で販売ってやばいね。7種類出してる人いる。マジ？なんて喋ってってくるのそれ。見せてや。検索出てきた。 HKT リリーベ。HKT リーベじゃ出てこない。 HKT48 じゃなくて出てこないのか。見つけた。二十歳超えて何やってんだろうねこの人。しかもなんか2個ぐらいアカウント持ってそうだねこの人。全く同じこと書いたアカウントがもう1個あるから。譲るならまだしもさ、購入するってマジ汚いよね。絶対嘘だからやめた方がいいよマジで。でもこの人はリナのアンチになって帰ってきそうだな。怖すぎ。普通にさ嫌だよね。やめてほしい。そんな元気あるならさ働け働け。でもさ、まあ悪いとは言い切れないけどさ、買っちゃう人もいるもんねこれを。せっかくなら前で見たいって言って。まあね、良くも悪くも住宅供給だよね。でも悪いけどね。
ツイートしようかな。リリーベの転売ダメ絶対欲しいって言ってる人がいるのも事実だけどね。難しいよね、どうしようもないね、こういうのって。うちらが言ったとて変わる問題じゃないしね。シェイバンバイト募集してる。マジ？書こうかな。リリーベの整理券みんな取れたかな？取れなかった人はごめんね。転売には気をつけてねっつって。ド直球薬さん、まあみんなあれ入れといて、苦情入れといて。髪の毛しようと、ちょっと待ってね、ここ見せてくる。マジでマウスピースどこ行ったんだろう。今の本当にどこ行っちゃったんだろう。どこ行ったんだろう。レイカさん、クマありがとうございます。今日整骨院行こうと思ったら無理だった。時間埋まってた。いやそんな何万円とかするもんではないけど、けどって感じ。進撃のコラボシャツいっぱいプレゼントされた。いや無料の方は何枚かいただいたけど、有料の方はまだ届いてないです。出てくるかな。最初から、いやいや、今一番私がつけてる最新のやつを新しくもう一回作ることになると思う。
度リッチの部屋番号。え、本当？やった。こんな時代に生まれた言葉。そう、あのさ、あの今日のさリリーベのさリハをやった時にさ、キャナルって後ろになんか池じゃないけどなんだっけ、噴水あるじゃないですか。噴水の中に落ちないよねって言われた、落ちないようにしてねって言われて、私一曲ずっと落ちてる曲があって、あの立ち位置はね、だからちょっと番号とか変えたんだけど、私一曲ずっと池ポチャしてる曲ありました。今日髪の毛何しようかな。なんか MV の髪型熱いんだよな。でもポニーとか多分いっぱいいるしなと思って、でも極的に可愛い髪型にはあんましたくなくて。キャナルだよ、もうキャナルは発表されてるよ。そうマーさんとずっと一緒に、やばい落ちてる、リナ落ちてるっつって、どうしようどうしようとか言って二人で。編集されたニュースのようにそこにあるのが真実じゃない、大事なのは違う角度から見上げる空、晴れてないだろう今すぐに、どうだ違う、そこに出ろそこに出ろこの部屋で語っても、ま、転売なんてどうせなくならないんだから買わないようにするしかないのよ。転売屋に痛い目見せるしかないのよ。じゃない、池の前プラサカあるみたい。あるかな、踊ってる時。本当？落ちたら話題でされない。ネットニュースのために起きようかな。やだよ、それでなんか衣装ドロドロにするの。初選抜で。髪の毛切りないよ、めっちゃ伸びちゃった。一応予約してみましたんだけど、別にしリナだけ黒になるんです。みんな赤かもしれないのに、私だけ逆にみんな黒で私だけ赤とかかもしれない。黒に対して赤だったら処刑でセンターのセンターじゃない、全然後ろの方で踊ってるんや。
えーであの子センターじゃないんかーいっていう。でも一箇所だけみんなにめちゃめちゃ見やすいとこで踊るやつがあるから MV とか見てもらってたら分かると思うけど、うん、こうやってみんなの前で、みんなの前とか前の方でめちゃめちゃ見えるとこで踊れるとこが一箇所あるから楽しみ。びっくりした、立ち位置見て、え私こんな前でこれ踊るのいいのって。赤ピクミンは火に強い、青ピクミンは戻れない、黄ピクミンは高く飛ぶ、紫ピクミン力持ち、なんだっけ、毒がある。もうピクミンのさ、なんかあのガチャガチャ全然なかったからもう諦めちゃった。傘とかにつけるあの目印なんたらみたいな、そう目印になる、なんか目印キーホルダーじゃないけど、あれのピクミン欲しかったんだけど、どこにもなくて、本当に本当にどこにもないの。ここにマウスピース落ちてないかな、落ちてないな、マジでマウスピースどこに行ったのになの。もうやだ、怒られたんじゃない、せっかくマウスピースやる気が出たのに。一個抜かれて戦って食べられて、アンブレラマーカーっていうのあれ、そんなかっこいい名前だったんだあれ。えそうピクミンのあったの、そういうのガチャガチャで出たんだけど、多分めっちゃ人気だったっぽくて、もうどこ探してもなくて無理だった。子牛の競りの最中だけど、何やってんの、競りやってんの、買ってこいよ。整理券転売ヤーの様子を見に行こう、もう一回。いたいた、整理券転売ヤー。でもこれで稼げると思ってるのがすごいね。どうせ大して稼げないでしょこんなの。初選抜シングルのリリース日を迎えたあれは。緊張するよね、リリーベ特に。普通に働いた方が稼げそう。いやマジで本当にな、絶対そうだと思う。絶対普通に1時間バイトした方が全然、あそれは無理か、3時間そんなさ、わざわざさ、あれじゃない、何時間前からとか並んだりさ、そのバイトみたいな人にさお金渡してまで並ばせるならさ、絶対意味ないよね。絶対さ1日バイトした方がさ稼げそうじゃない？利益的には。
今回さシングルのリリースの取材とかあるじゃないですか。あれ私あんまりなかったからちょっともうちょっと頑張りたかったやっぱ初選抜とはいえさやっぱ若い子強いよね。若い子強いよな。やっぱ6年目の初選抜はちょっと難しいわ。どうやって押し出していこう自分を。めっちゃ悩んじゃう。どうやって押し出したらいいんだろう今から自分を。難しくない？そう。京都イベもね、若い赤ちゃん2人とダブルセンターで。難しいよね。どうやって初選抜で売り出していくかっていうか。結構ね最近ちょっとメンタルがねいつもに比べてやられ始めてるからいつもよりちょっとメンタルが落ちてる今時期なので。やっぱさ相手がさ新人とはいえさ初選抜ということでさ一応こう比べちゃうんだよな。仕方ない、仕方ないのは分かってる、分かってるんだけどでもやっぱりどうしても比べちゃう。それが私の悪いところ、分かってます。はい、セボのてっちゃん可愛い、ありがとうございます。いやでも例えばさ、その取材とか呼ばれる呼ばれないはさ私が決めれる問題じゃないじゃないですか。多分相手方さんがこの子取材ちょっとお願いしますって言ってるわけだから、そういうとこでこう呼んでもらえるようにするためにはどうしたらいいんだろうっていう。悩みだよね、最近の悩みですねそこは。いやなんか、難しいよな、どうしたいんだろうね。こういう猫いるよね、こういう猫。やっぱフレッシュって強くね。こっちオールドだから、向こうヤングだったらこっちオールドだから。AKB48 グループ新聞さんよろしくお願いしますグループ新聞さんのグラビア出たいです。お願いいたします。あ、そうそう、バニーの時に取材していただいたのがあの AK48 グループ新聞さんです。そう、もう一回バニーやるのでお願いします。なんかあったらもう一回バニーとかするんでお願いします。
タクナルはね、でもあれなんですよ、あのタクナルはあの来月放送なのであんまりこうシングルの宣伝とかではなかったです。今回でもそタクナルは宣伝として出たわけじゃないので、そう、私別に選抜メンバーだから選ばれたとかいうお仕事でもないんですよ今回は。ドンキ好きということでドンペン T シャツ持ってるドンキ好きということで選んでいただいたので、そう、スクランブルエッグ編集長見てないかな、ヤッホーヤッホーとか言ってダメか。ドンペンくんの生誕祭マジ、でも本当にあれなんだよね、うん本日12時より選抜メンバー収録のなんだっけ、スタコレパック販売してるみたいです。今回もりなちゃんの頑張ってゲットしたい。みんなの力で自分の力ではない、みんなの力で、あ、もう弾いてる人いるじゃん、あ、やべえ、みんな送ってくれてた、あ、めっちゃ送ってくれてる、 HKTJ とおじさん、えいかさん、めっちゃ送ってくれてる、やばい、全然気づかなかった、どうしよう、ちょっと、あとケロさん12時送ってくれてありがとう、全然見てなかった今、ちょっと待って、ケロさんの以外が多分前のパックか、何のパックだこれ、あ、学生のやつか、私のはまさかの出ないっていう、こんないっぱいもらってて、でケロさんがくれてる選抜のやつ、あ、かわいい、え、めっちゃかわいいよ今回のカード、なんか下の方にちょっとデザインが入ってる、かわいいわ、これはかわいいです、めちゃめちゃかわいい、かわいい、クルタ漏れてる、いいね、1時になったら配信終わろうかな、今日でも、ね、一応夜もする予定ですけど、そう、今回このねお昼始めたのはあれなんだよね、あのリリーベの整理券何時からかちょっと把握できてなかったから、並んでる人いるかなと思ってやってみたんだけど、そう、でも終わってたみたいだった整理券そうだから並んでたらあれかな、暇かなと思って始めてみたけど全然終わってた、待って、でも私何時だっけ今日入れるの、1時じゃ間に合うか、間に合わなそうだな、大丈夫か、どうしよう、もうちょっとで終わろうかな、あれだかな、
リリース記念配信は明日です。劇場のやつでしょ。何つって暇だ。ごめんな。てかでもね、11時から私あれやってたのよ、ラジオのリモート収録やってたから、どっちにしろ11時からできなかったんだけど、お顔の状態は割といいかも。間に合ってください。え、じゃあ終わってもいい？今から。まあでも夜やるもんね。夜やるから終わろうかな。夜はでも本当にちゃんとやる予定なので待っててください。確実に間に合う方、いや本当にそう、絶対間に合った方がいい、怒られる。じゃあ終わろうかな。キャナルは噛みてしまって、待ってよ、ちょっと待ってよ、どっちだろう。確かにそれ大事だよね。下手、下手、なんか下手、下手、下手、あ、じゃあ上手、上手、下手、下手です。圧倒的下手です今回は。はい、ぜひ下手側でご覧ください。下手ばっかりです。下手、下手、下手、上手、下手みたいな。じゃあランキング見ます。13位西健さんありがとうございます。12位東太郎さんありがとうございます。11位ションションありがとうございます。10位ユウさんありがとうございます。9位 JT さんありがとうございます。8位スミさんありがとうございます。7位がおちゃんありがとうございます。6位がただの魚さんありがとうございます。5位俊君ありがとうございます。4位節分のてっちゃんありがとうございます。3位メルコさんありがとうございます。2位エカさんありがとうございます。1位東京くんありがとうございます。頑張る、行ってきます。イエイ。あ、やっぱ席出そう。バイバイ、また夜お会いしましょう。バイバイ。